リチャード・ネビル、第五代ソールズベリー伯、リチャード・ネビル、リチャード・ネビル、ゴトン・ウィッチ・アール・オブ・ソールズベリー、1400年から1460年12月31日は、15世紀のランカスター長期のイングランド貴族。母が王室の血を引いていたことと、母方の爵位継承者が不在だったことから、爵位所領を拡大し、スコティッシュ、ボーダーズ、 スコットランドとの国境地方の警備責任者を長く務めたことで特に北イングランドで勢力を伸ばした。しかし、ヘンリー六世の時代にノーサンバランド博のパーシー家との対立が表面化し、これに勝利するためにヨーク公リチャードと手を組んだ。ヨーク公がヘンリー六世に反旗を翻したバラ戦争でもヨーク派についたがウェイクフィールドの戦いの敗戦で、 ヨーク公と共に処刑された。1400年、ダラムのレビー城で生まれた。リチャードは、ウエストモーランド博、ラルフ・ネビルの三男、第十子ではあったが、母で、七の五歳ジョーン・ボー・フォートは、エドワード三世の三男ジョーブ、ゴーンとの娘でヘンリー四世のイボイモートであった。ネビル家の所領は主に、ダラムとヨークシャーにあったが、イングランド王リチャード二世。 ヘンリー4世はこの一家が、スコティッシュボーダーズにおけるパーシー家の勢力との、均衡を図るのを利用できると考え、1397年に、父に、ウエストモーランド伯爵位が与えられ、さらに1403年には、スコットランドとの西部国境警備責任者、ロードウーデン・オブ・ザ・ウエスト・マーチに任命された。王族、貴族間の区別が、一層重要になっていた時期であるからこそ、 ラルフにとって、エドワード三世の孫娘で王室の一員の、ジョーン・ボー・フォートとの結婚はもう一つの報酬として見る、ことが出る。父と最初の妻の間にできた子供たちは皆、地方貴族と結婚したが、ジョーン・ボー・フォートとの子供たちはより高貴な家系と縁組した。リチャードの三人の姉妹は皆公爵と結婚し、妹セシリーはヨークーリチャードと結婚した。彼自身は、ソールズベリー トマス・モンタキューとの一人娘で、借位継承権を持つアリス・モンタキューと結婚した。リチャードとアリスが結婚した日付は分かっていないが、おそらくオーヒキャサリン・オブ・バロアの戴冠式に夫婦として出席した1421年2月以前のことと推定される。結婚時点では、妻アリスはまだ推定相続人であり、 この時点でのソールズベリー博であるギフトマスは存命で、あるどころか1424年にアリス・チョーサーと再婚した。しかし結局、この結婚では子供は生まれずモンタキュート家の男系継承者の耐えた1429年にリチャードは晴れてソールズベリー博にアリスはソールズベリー女博になった。こうしてリチャードは三男としては妨害な所領を得た。 さらに不思議なことに、本来ネビル家の遺産を受け継ぐ、はずの繊細の子、リチャードのイボニー、ジョン・ネビルは、その遺産の大部分をママ母であるジョーンが継承する、ことを認めた。こうなると、ジョーンが亡くなる1440年には、その着手であるリチャードが、ネビル家の遺産を受け取ることになる。後に、父の遺産分配に、おいで、ジョンの息子、ラルフ・ネビルが異議を唱えるが、 1443年に決着し、リチャードはネビル家の主要な所領であるミドルハムシェリフ・ハットン・ペンリストを所有し続けた。ただし、レビー城だけはジョンの血統に返還された。ネビル家内の遺産問題の後、リチャードはパーシー家との確執に突入していく。また、リチャードの結婚は妻の権利として妻の母方の祖父にあたるケント博。 トマス・ホランドの遺産までもたらした。皮肉にも彼のソールズベリー博の称号自体は大した富をもたらさなかった。彼はイングランド南部のバークシャーに邸宅を構えた。当時スコットランドとの国境はノーサンバーランドのベリックに本拠地を置く東部国境とカンブリアのカーライルに本拠地を置く西部国境の二人の警備責任者によって守られていた。 14世紀まではこの両方がパーシー家から任命されていた。ヘンリー4世の即位を支援していたパーシー家は、1399年のヘンリー4世の即位に伴って、西部国境はノーサンバランド博ヘンリーパーシーに、東部国境はその息子のヘンリーパーシー、ホッスパーがそれぞれ警備責任者になった。しかし後にホットスパーは、 反乱を起こして1403年に戦死、父も反逆罪の凶暴として捕らえられた。その逮捕を国王に命じられたのが、リチャードの父、ラルフ・ネビルであり、その褒美として、パーシー家の公認として、東西両方の国境警備責任者の職を与えられた、ノーサンバランド博は後に、再び乱を起こし、1408年に戦死。 ヘンリー5世の即位に伴って、ノーサンバランド博の孫で、ホットスパーの維持、ヘンリー・パーシーが復帰、リチャードの姉エレノアと結婚した。パーシー家は所領を回復し、1417年に東部国境だけはパーシー家の担当に戻されるが、西部国境はネビル家世襲の官職となった。1420年、リチャードは父の後任として、 スコットランド西部国境警備責任者に任命された。この役職は、当時のイングランドでは、平時で1500ポンド、いざスコットランドと戦争になった場合には、素4倍の予算が支給される、極めて金になる感触であった。スコットランド国境の防備に関しては、対フランス戦線のカレーと違って、部隊の常駐義務はなかったが、絶え間ない襲撃と小競り合いに対処するうちに、 よく訓練された聖兵が揃うことになった。リチャードがカンバーランド、ウエストモーランド、ダラムで治安判事に任命されたところを見ると、ヘンリー5世の信任も扱ったのだろう。ヘンリー5世没後の1431年、ヘンリー6世がフランス王としての戴冠式を行うため、フランスに赴いた時には、その一行に同行し、 帰国すると、さらに東部国境警備責任者にも任命された。しかし1436年、リチャードはあっさり東西両方の国境警備責任者を辞職してしまう。おそらく、ヘンリー六世からの予算支払いの滞りに、プレッシャーをかける目的だったと考えられる。辞職が了承されると、彼は自前の不評、旧兵からなる1300人の兵士を連れて、 フランス遠征に向かう議定のヨークコーリチャードに同行した。翌1437年に帰国し、11月にはスーミツ密院のメンバーとなった。この後しばらくは前述のネビル家内の遺産騒動に注力して、スコットランド国境警備からは離れていたが、1443年にお家騒動が収まると、西部国境警備責任者に復帰した。 この時の予算は1000ポンド以下に減少したが、不当たりになる可能性のある手形払いではなく、国庫の特別枠として現金予算を確保した。ここでリチャードが手形ではなく予算枠にこだわったのは1436年の地帯に懲りたからかもしれない。1443年の終わりからリチャード・ネビルはノース・ヨークシャーのミドルハム城を居城とした。彼は、 国王の顧問団の一員で、西部国境警備責任者でもあり、その地位に満足していた。弟ロバートは、ダラム司教になり、もう一人の弟ウィリアムは、ロックスバラ城の監督権を得た。リチャードの子供たちはといえば、1436年に、長女、セシリーと、長男リチャードはそれぞれ、ウォリック博、リチャード・ドビーチャムの息子、娘と結婚した。リチャードは後に、 妻の権利で、ウォリック伯爵位も継承した。しかし、ネビル家の英達は、この頃から陰りを見せ始める。成長したヘンリー六世は1430年代の後半頃から申請を始めたが、ヘンリー六世は長落していた王室の権威を増すために、王族に近い貴族の富が増すように不信した。しかしリチャードは、まだ若かった上に、 エドワード三世の血を引いているとはいえ諸質である上に、女系の血縁だったため、あまり富の分配に預かれなかった。この状況下の北、イングランドにおいて、ネビル家とエドワード三世の男系血縁である、パーシー家との主導権争いは、重大事に発展する可能性があった。支配者である国王が強くて有能であれば、この不和をコントロールするなり、 自身の得になるように再配するところであるが、病弱なヘンリー六世では対処できず、当初の地方課題はイングランド全土での紛争へと発展してしまった。パーシー家は北、イングランド中に所領を持っているのに対し、ネビル家の北、イングランドにおける所領は、ノースヨークシャーとダラムに集中していた。しかし、ネビル家は西部国境警備責任者だったため、 北西部での所領は、ケンダルとペンリスだけにもかかわらず、北西部でも大きな力を持っていた。パーシー家は、カンバーランドとウエストモーランドにある自家の所領の住人に対して、ネビル家が資金力に物を言わせて、西部国境警備のための兵士を募集したことに、憤慨していた。15世紀イングランドの体制は、議事封建制とも言える状況で、すべての市民は、 信頼に足る主君を求めていた。雇われた家臣は主に軍事活動で奉公し、それに対して主君は家臣に若干の年俸と主君への忠誠を表すための気象や服につける小物、等、制服と近隣とのさかいが生じた時の支援、保全を与えていた。しかし北イングランドは、ウェストミンスターの宮廷から遠いため、不正に対する法的対処という保全は、 十分に行き渡っていなかった。そんな中、リチャードの国境警備責任者としての財力を持ってすれば、パーシー家の所領の住人に対しても無償で支援を与えるとも可能だった。1448年にスコットランドとの戦いが再開すると、ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーはリチャードが管轄する西部国境を通って兵を投入した。これは、 ノーサンバランド博の重大なエチケット違反である。ノーサンバランド博は、西部国境で突出した上に戦闘に敗れ、息子のポイニングズ卿は捕らえられた。攻撃に転じたスコットランド軍に対応したため、リチャードは2000頭以上の馬を失い、さらに後の和平交渉のメンバーからも、ノーサンバランド博と共に外されてしまった。これで両家の感情的な対立が煽られた。 長い間が空けば悪意は薄らいだかもしれないが、ノーサンバランド博の次男イグリモント卿は、その後数年にわたって、リチャードの地盤のヨークシャー、特にヨークとシェリフ・ハットンのネビル家の城で紛争を起こして回った。1453年8月、イグリモント卿は、シェリフ・ハットンへと向かったリチャードを待ち伏せするつもりで、1000人以上の兵を集めた。リチャードは、 リンカンシャーで4男のトマスの結婚式に出席しており、その護衛の方がイグリモント教の副兵の人数よりは少なかったであろうが十分な武装をしていたのか、無事にシェリフ・ハットンに到着した。無事だったとはいえ、これが死闘の始まりである。1455年、大法官にしてもらった恩からリチャード・ネービルはヨーク港に倶え返した。 ヘンリー六世が独立を宣言したヨーク公を五国教の地位から外そうとしたとき、彼はヨーク公の行動を自衛的措置として、セントールバーンズの戦いでヨーク公に合流、ノーサンバランド博とサマセット公エドムンドボォー,ートを討ち取っている。1459年のブロアヒースの戦いでも対勝したが、ラドフォード卿の戦いに大敗、王室の恩赦からも除外されて、 華麗に逃げた1460年で長男のウォリック博が、ノーサンプトンの戦いで反撃、ヘンリー六世を捕らえたが、リチャードとヨーク公は、ウェイクフィールドの戦いで敗死した。リチャード・ネビルのアラバスター星の彫像は、バークシャーのバーグフィールド教会にある。最初、彼は、ポンテフラクトに埋葬されたが、息子が胴体をビーシャムの一族の墓に移送し、 この彫像を建てた。後にヘンリーパスセーが修道院の解散を行った時に現在のバーグフィールド教会に移された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。